ちゃこんにちは、ゆたかさん。もうケラには要注意です、はい、名前ケラケラ、ヤクルトのケラ投手と阪神の BB の方ですよ、 B ケラ投手が揃って対談しました。うん、しょうがないよね、これは。いやいや、でも選択の自由は選手にあるわけだから。そうですね、まあ、それはもうしょうがないじゃない。まあ、ケラとケラ投手なんですけれども、両投手とも一軍では一回もマウンドで投げずに帰っちゃいまして、まあ、阪神の B ケラ投手は二軍でもわずか3試合の登板ということで、一回6月中旬に検査でアメリカに行ってたんですけれども、6月19日に再来日してリハビリに取り組んでいたんですけど、登板の目処も立たず、まあ、退団というところになったと。やっぱ寂しいんじゃないの。昔もさ、はい、プエルトリコ、プエルトリコ、はい、うん、ポンセもその出身だったんだけど、はい、メジャーで活躍した、名前ちょっとど忘れしたけど、はい、右バッターのセカンドの選手だったかな、うん、なんか入ってきたんだよ、太陽に。太陽に、はい、なんかしくしく投げてんだよ、はい、監督に怒られて、えほんで、いや、フライがなんか追わなくて落としたんだよね、はい、で、しくしく投げてるからどうしたって言ったら、いや、俺はもう帰りたいと、なんかこう寂しくなっちゃったと。ホームシックだよ、はい、だから結局でもね、やっぱ環境に合う合わないってあるよね。まあ、それはもちろんですよね、うん、B ケラーはそのキャンプの時に一箇所バッティングで投げてたけど、はい、もう割といいボール投げてたし、はい、これまとまってくるとっていうふうに思ってたら故障しちゃったんだよね。そうなんですよ。でやっぱ故障してるとさ、やっぱみんなとのその触れ合いみたいな、うん、コミュニケーションもそんなに取れないよね、はい、リハビリやってるようでは、うん、まあ、そうなってくるとだん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 こう疎外感が出てきて、うん、やっぱ寂しくなるんじゃないのかなっていうの気がするけどね、うん、あとそのチームの環境が入ってみないと、どういうシステムのチームなのかも分からない。まあ、チームっていうよりもやっぱり日本ということで環境、あ、まあ、関西に置いたよね、B ケラーは、はい、うん、これが、まあ、例えば関西以外のところだったら馴染んだかもからない。あ、そのまあ土地というか、まあ北海道だったら、おお、なんかウェアカーみたいな、ビッグスタジアムみたいな、うん、だからどこに置くかによって環境またちょっと変わってくると思うしね、はい、まあ、チームの雰囲気もちろん森内が言うように入ってみなきゃわからないっていうところもあっただろうし、うん、その日本のプロ野球のレベルの高さっていうか、はい、そういうのがすごくプレッシャーになることもあるだろうしね。そうですね。だからまあ対談理由っていうのはいくらでもあるよね。ありますね。だから巨人だって帰ったじゃん、あの左バッターがメジャーリーガー、家族との時間を大切にしたいって、はい、まあ一昨年ぐらいよ、うん、巨人じゃの一昨年ぐらい帰ったじゃん、白人の、はい、だから帰るやつはいるよ、たまに。たまにもう忘れちゃうけどね、帰ったらすぐな、あ、いたっけって思いましたけど、だからまあケラも多分そうだと思うよ。まあ、ヤクルトのケラ投手は本来であればそのマクガフ投手が抜けたところを埋めてほしくて取ったんですけれども、まあ、1軍での登板一度もなく退団という。だからオスナとサンタナって仲いいじゃん、1軍にいてね、うん、なんか本当に行動も共にするしっていう、はい、そういう仲間がいるとさ、うん、まあ、別だろうけど、うん、ケラにはいなかったんじゃないの、そういうのは。なんかピッチャー陣の外国人で馴染めなかったとかあるんですか、ね。まあ、なんかそういうのもあるよね、うん。で外国人って人くくりにしてるけど、はい、スペイン語もあればポルトガル語もあれば、うん、英語もあるし、はい、コミュニケーション取るのも、まあ、難しかったりとかね、はい、俺らが外国から来たらみんな外国人って人くくりにするけどそうです、彼らはやっぱ違うからね、南米とかね、そうそうそう、で全然喋る言葉も違いますもんね、うん、だからそういうことでもコミュニケーション取れなかったりだとかさ、うん、まあいろいろするからやっぱりスカウトもなかなか見抜けないよね。あ、外国人の特有な人ってやっぱポジティブで、はい、OK 何でもウェルカムみたいな、うんうん、ノープロブレム、うわーって言ったら全然こんななってるやつはいるからそうですそうですそうです、それは分からないよ、何がね、いいのか悪いのかっていうことも、ね、その例えば家族がいたら家族みんなで来たとしてもやっぱりチームに馴染めなかったら、いや逆に家族と一緒に来て家族が馴染めないっていうこともある、うん、ああそれはありますね。あ、だからまあ遠征出るとかキャンプ行くとか、うん、まあキャンプの時は長期だから滞在するだろうけど、うん、まあ、その時はまだしも、うん、だけど遠征行くってもうまんたり行けないでしょ、はい、
で子供がまあちょっと学校に行くような年代だったら、うん、学校どこや行くとか、はい、まあ、そういうのは球団が全部こうケアしてくれるけど、うん、もうそれでも馴染めなかったとかさ、うん、まあ、そういうこともあるよね。だからまあ一概に対談が球団のせいとか、はい、ね、球団に馴染めなかったっていうよりもやっぱ本人次第だよね。そうですね、うん、でもまあ実際に活躍してる外国人選手もまあいるじゃないですか。そういう人たちってなったらメンタルが強かったりとか馴染めてたりとか、バウアーなんか見てみろお前、自分でカメラ持ってお前回しながらはい日本でジャパニーズでびっくりしたよみたいなことやってるじゃない。メンタル強いんだよやっぱり。多分バウアー投手はどの球団に行ったとしてもスタイル変わらないでしょうね。関係ないよいやだから強いか弱いかっていうのはやっぱり人間のね、うん、外国人が全員強いんではなくて、うん、やっぱ外国人特有のそのねポジティブに見せてても内面ナイーブだったりだとか、はい、まあ、するわけだから、それはもう馴染める馴染めないっていうのは大きいよね。だから仕事の環境って人間って大事じゃない、はい、同じ職種でもやっぱ環境が違うとやりづらさを感じたりだとかさ、うん、まあ、やりやすさを逆に感じたりだとか、うん、まあ、するとは思うけども、やっぱそこがうまくいかなかったっていうことなんじゃないの。故障したとかっていうだけの問題じゃなくてっていうことですね。まあ、問題じゃないよね、うんうん、まあ、今もうハングリー精神なんてないから、はい、国に帰れば帰ったで、うん、まあ、宅配もあるだろうし、うん、で金はあるんだよ、で何やったって、うん、で暮らしていけるっていうことを考えると肩身の狭いようなさ、はい、ところでやる必要もないなっていうふうには思ってるんじゃないの。まあそうですね、メンタルを壊してまではっていう、うん、そこね、まあ、最優先だから、結局ビジネスだからさ、うん、これはもうやりませんみたいな、はい、まあ、そういうことなんだよ、うん、それをこういろいろ考えて もうしょうがないよね、辞めるっていうのは。そうですね。これ契約金は例えば半分お返しするとかあるんですかね。まあそれは話し合いだよね。あ、どういう経緯でそうなったかっていう、うん、まあ、例えば故障でも今シーズンもう棒に振るような形だとやっぱもう退団したいと、はい、じゃあ契約金の半分は返して返納してもらうっていうふうになると、うん、いやちょっと待ってみるってそれはみたいな、うん、治療費に当てたいとかさまあそういうこう話し合いはあるよ。あ、球団も OK そうやったらいいよみたいな、うん、あ、全部持っていけみたいな、うん、そういう場合もあるとか、ね、まああるよね、うん、じゃあ豊さんが現役の時はあのバッターのその選手って結局シーズンどうしたんですか。帰って、あ、帰りましたやっぱり、うん、もう野球が怖くなった。え、野球が怖くなった。いや、ここら辺ボール通されたんだよ。まあ、そんなことは日常茶飯事でさ、まああるんだよ、まああるある、まあ、だけどボールがもう怖くなって打席には立てない。でそいつが、まあ、引退試合の時に、はい、誰かの引退試合の時にわざと三振してこいって、はい、ね、あ、そしたらなんかそういう文化がなくて、はい、え、なんで俺がわざと三振しなきゃいけないんだいいから日本の文化だからそれは三振してこいって、なんでかもうこんな変なスイングしてさもうわざと見え見えなんだよ、まあ、プライドも高かったんだろうけども、はい、帰っちゃったよねそいつは。え、じゃあその時言ったポンセさんは、うん、その話し相手とか相談とかに乗らなかったんですか。まあポンセはどうしようもないとか言ってもう彼が決めたことだからみたいな、でもレイノルズっていたんだけど、はい、やっぱ一点見つめてもう丸裸だよもうフルチンで、はい、あのでかいのボーンってぶら下げながらこうやって一点見つめてんだよ、ね、でどうしたって言ったら、うん、今もうちょっと話しかけないでくれって、うん、どうしたのかなと思って、試合後だよ、はい、シャワー行って帰ってきて、はい、まあちょっと正気っぽくなったから、はい、どうしたって言ったら、いやちょっと寂しくなったんだよなって、あ、家族かって言ったら、そうだ、うん、やっぱ思い出すんだって言ったら、それはいつも思い出す、うん、でもいつもコンタクト取ってんだろって言ったら、うん、いやそれは取ってる、うん、じゃあ早く帰って取れよみたいないや、もうぼーっとしてる場合じゃないんだとボロンとかダラしてそういうやつもいたい、やっぱそうね、あのミスになっちゃうんですよね。だから西武でさ、父の日か、はい、あのオーロラビジョンコロナの時にね、はい、やっぱこう行き来がなかなか難しいし、うん、仕事で来てるパパに対して西武が、うん、メッセージを、はい、家族のメッセージを送った時、あのオーロラビジョンで見せた時に泣いてたよね。あ、そうですよね、
やっぱ苦しい思いをして、やっぱ外国人もやってんだよ、やっぱ、うん、だから助っ人がどうの、打てねえとか、どうのこうのって言うけど、はい、彼らも必死だから、ね、だから帰ることを咎めても仕方ないわけよ、うん、それを連れてきたスカウト、はい、ここまで読めないから、うん、まあそうですね、ホームシックは、でも、ものは B ケラーも、はい、ケラーも、はい、うまい具合にレールに乗ったら活躍できるぐらいの力は俺はあったと思うよ、うん、ただレールはもう乗る前に打線しとる、そうですね、乗る前にそうですもんね、そもう故障っていうよりも心が骨折してるから、そうですね、だからそれはもうどうしようもないよね、ですよね、はい、でも明らかにこれケビオじゃないかなっていう外国人選手はいました、おるよなやっぱいるんですか、だからといって帰国するとかじゃなくてゲームに出ないとかね、もうお金もらってるし、うん、なんか今日ちょっとなんかメンタル乗らないし体調もあれだから仮病使っちゃおうかなみたいな、まあ仮病っていうか分からないからな、病気っていうのは、まあまあ、痛みとか、そう、まあそうですよね、でも試合前もう10分前になってトイレから出てこない、え、誰ですかそれ、レイノルズ、ま、あ、さっきの、おい、どうなったとか言って、はい、監督が、うん、で通訳が、いやまだお腹痛いって出てくださいって、お前もう試合始まるぞとか言ってえ、だってスターティングメンバー乗ってんですよね、うん、おいどうすんだって、うん、出れんのか出れないのかって聞けとか言って、いや何にも言いませんとか言って言わせろこの野郎みたいな、もう時間ねえんだとか言って、どうなったんですかそれ、名古屋球場でな、はい、通訳の人がまたね面白い人で、はい、なんかずんぐりむっくりのさへー、レイノルズみたいなこと言ってんだけど無視ガン無視されてプレーボールとか言って、おい、カルゾとか言って、あいつ3番かなんか振ってたんだよ、俺が1番でどうなってんだ俺、いいのか、試合始まんのかそうですよね、そんな感じ、どうしたんですか、で俺がボン出して帰ってきて、おそらくネクストに普通そこそいつがいなきゃいけないのに、はい、結局出てこなくて、で代打を送ってから出てきたよ、何もう見計らってるから、いやだからこれは見計らってたのが、まあでもそういうこうメンタルが多少弱かったりだとか、はい、でもなんか連続安打とか打ったりとか記録も作ったような優秀な外国人だったけどね、まあ人は良かったけど、だけどそういうメンタルが多少弱くなる時があるね、そうですね、今ね、メンタルトレーナーだったりとかそういうカウンセラーだったりとかを各球団置いてるチームもありますけど、外国の方のカウンセラーとかメンタルケアする人つけるっていうのも一つある手ではあるんですかね、まあな、うん、まあだけどサッカーで海外から来てる、はい、まあ、選手たちはバルバッコアってあるんだよ、はい、ブラジル料理が、はい、青山にね、うん、そこにみんな集まる、でコミュニケーション取ってる、そうなんですね、うん、だからまあそういうところがあればね、あ、確かにいいですよね、うん、まあ、東京でいうと六本木なんかは多国籍なのでいろんな方いらっしゃるので、いやいや危ない危ない、六本木の外国人は危ないそんなことない、まあ、何してるか分かんないそんなことないですよ、なんかでもそういう外国人の方のコミュニティだったりとか、まあそれはね多分作ってると思うよ、うん、だけどそこに最初から知れて入れるっていうわけじゃないじゃない、うんうん、それは用心するよ、まあ確かにそうですね、あ、こちら何やってんのかなみたいな、うんうん、ね、森藤も外国人っていう一括りにしてるからそういう考え方になるんだまたコミュニティがね、でもアメリカ人とメキシコ人はまた違うし、まあそうですね、メキシコとブラジルはまた違うし、うん、だからそこら辺のこうコミュニケーションも取れないからそうですね、無調みたいな、うん、え、ハロー無調みたいな、うんうん、え、みたいな、何言ってんだあいつみたいな、なっちゃうそうですよねだから一緒にすんなそうですね、うん、ただもうなんか自分専用のなんかね、メンタルケアの人連れてきちゃうとか、まあ、まあ一番頼りになるのは通訳だけどね、ああまあ本来はそうですね、まあ、通訳の人が本当にしっかりしておかないと大変だよね、うん、外国人もね、そうですね、はい、なのでね、一概に故障だったりとかではなくて、いろいろねメンタル的なことだったりとかいろんなことを抱えてまあね、やめていったりもするってことですね、はい、温かい目で見守りたいですね、そう思う、見てあげないよ、一括りに見ないよそうですね、はい。